こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。始めていこうと思います。ちょっと向き変えますね。ちょっと今日話すると思うんですけど、すいません。まず1個目が、こちらのタンクトップです。じゃん。こちらのタンクトップ3種類です。こちらが白のオフっていう名前で予約受付されます。で、こちら着てるのがブラック。で、こちらがカーキですね。3種類とも、白と黒はやっぱり、この2つね。これは結構着回しで着くと、あれば着れると思うんですけど、このカーキがとってもおしゃれな色で、この前のカーキのカットソーよりもちょっとカーキというか一般的なカーキに近いようなちょっと明るくてグリーンっぽい色味をしてます。で、こちらがブラックですね。これは L と L でサンプルを作っていて、白オフで M サイズのサンプルを作ったので、若干私が着たらちょっと L は M はピチピチかなっていう感じですね。こちらです。とっても着やすい。YouTube でまだ公開してないか。とってもね、これ難しくて作るのが。ブラックとカーキはそんなことなかったんですけど、このオフがどうしてもこの伸びる生地だと、インナーっぽくなっちゃって肌着みたいな。ちょっと鼻声ですいませんね。肌着みたいになっちゃって、本当はこれ先月、コットンワンピースとともに販売する予定だったんですけど、それはちょっと私の納得がいかなくて今回にずれ込みました。こんなにね伸びるんです。で、着心地も最高なので、ちょっと今日アンバサダーの方に着てもらったんだけど、ちょっとねこの胸周りとか背中周りがちょっとブカブカな子がいたので、ちょっと気になる方はいつもよりもワンサイズちっちゃいものを、 L の人は M で下げられるけどね、ちょっと M の人はちょっと下げられないね。ワンサイズちっちゃいものを買った方がピチッと着られていいのかなって感じですね。私は特に L でも問題はなかったですね。こういう感じです。このスルスルの生地でスポッと着られて、ここをへっこませるっていうのがとってもとっても難しくて、これ以上はちょっときつくはできなかったんですよね。で、スクエアネックになっていて、胸ももう思いっきりこうしゃがまない限りは見えないような作りになってます。こちらはちょっと今回はね、素材の配合とかも事前に聞いてちゃんと説明できるようにしてきました。こちらはね、インナータンクトップで、ポリエステルが 85% で、ポリウレタンが 15% の割合で入っております。で、ポリエステルってよく聞くと思うんですけど、何かというと生地の名前なんですけど、種類みたいな、それがなんかシワになりにくかったりとか、あと保管しやすいとか乾きやすいとか、洗濯に強いっていう特徴を持ってるので、ガシガシ着てもらってガシガシ洗ってもらっても結構まあ持ちはいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、ポリウレタンっていうのが柔軟性と耐摩耗性に優れているので、ちょっと強いのかなという感じで思ってください。でもこれは着心地最高よ。なんかね、この前の部分がね、わかるかな、わかんないから、ちょっとこう2枚になってるんですね。ここの前身頃のこの部分だけ、この部分ね、この部分だけです。なのでブラジャーとかのレースとかも透けにくくなってるし、とっても着心地はいいんだけど、ちょっとこう安心感とか高級感のあるタンクトップを作りたかったので、そんななんかテロテロじゃない感じに作りました。ではカーキとオフも着ていこうと思うんですけど、どっちの方が見たいとかありますか？このね、オフはね、ちょっとサンプルの時に、作る時にこの
前のところ2枚付け忘れてて、本物はあのここ前で2枚で仕上がってきます。これはブラックですね。ちなみにブラックは今日は私撮影の時にブラックのスカートと合わせたんですけど、めちゃくちゃ可愛かった。ブラックとカーキとか、このオフもなんだけど、結構生地が分厚いので普通の洋服としてもこんな感じでね、あの腕とか出しても抵抗ないよっていう方はこれだけでも着られると思いますし、上から何か羽織ったりとか、ジャケットセットアップのジャケットとか、今持ってるカーディガン、お手元にあるカーディガンとかと合わせてもこういう感じでね、合わせられてインナーとしても着られるので便利なアイテムですね。ちょっと誰も答えてくれないので勝手に自分でカーキに着替えていきます悲しい。こちらね、はい、こちらがカーキです。めちゃくちゃ可愛くないですか。おしゃれでしょ、このカーキ。おしゃれカーキなんです。こちらみんな早くワンピースとか見たいなって思ってると思うんですけど、ちょっとタンクトップまだ我慢してください胸が収まるのでめちゃくちゃ楽です。部屋着とかでもいいと思うし、移動着とか、あと何かのインナーにやっぱり着るのにも向けるかなと思いますね。で、この裏ひもが見えないようにちょっと広く作ってあるんですけど、私もなんだけど、結構私は端っこにこうギリギリに裏ひもをやるタイプの人の人間なんですけど、ちょっとそうすると動くときにちょっとねこっちに入っちゃって見えることがたまにありますね。少し小指のときは内側に裏紐をやる方がおすすめかなと思います。でカーキはタンクトップの色で、ね、黒と白は決まったんだけど、もう一個は悩んだんですけど、カーキって意外と全員合うし、なんかどういう服に合わせても可愛いかもと思ってこの色にしました。おしゃれでしょこのカーキ。で、ここの部分とかレースが透けてないよね。こういうレースなんですけど透けてないですね。こちらがカーキでした。次がオフも着ていきますね。こちら、あ、次あのパーカーワンピースかツイードワンピースを着ていくんですけど、どっちのが先がいいとかあればコメントでください。ちなみにパーカーワンピースがちょっとサンプル、お手元にお届けする現物と同じものをこのタンクトップとかツイードワンピースは作ってるんですけど、サンプル撮影用でね。だけどそのパーカーワンピースちょっと生地がなかったみたいで、ちょっと生地の入手が遅れちゃって、来週に届くので、お直し前の段階のサンプルを使って今日ご紹介していきます。特にそこまで大幅に変わってないので、どっちの方が見たいか、あ、ツイードですね、わかりましたはい、着られました。あ、全員ツイードですね、わかりました、了解です。あこちらがオフの M ですねすいません、喉やられました。これ前のところ2枚なってなくて1枚だし、 M でちょっとピチピチなんですけど、この黒が透けてない感じわかりますか。これね、あのカメラの中じゃなくて鏡でちゃんと見ても透けてないです。このね、透けない感じの生地で伸びるのがとってもね、探すのが難しかったんです。で、この生地って伸びるとちょっと一歩間違えたら、あのおにぎりが欲しいなみたいな雰囲気に仕上がっちゃってこれでちょっと何回もね苦労して作り直しました。やっと私の中で納得いくかっこいい綺麗めなタンクトップができたかなと思ってます。私はやっぱ L の方が合う気がしますね。ちょっとここはピチピチです。こちらがオフの M でした。このブラジャーのつけてない感じとか伝われ伝わって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 、こちら、はいこれはね、あの結構 何個も生地をこう下から入れて透けてないかなって感じで確認をしました。こういう感じですね。では皆様、あのお待ちかねのツイードワンピースをご紹介してから着ていこうと思います。背中側みたいです。 OK です。
それがわかるかな。これちょっとこのね、透けこのお肉がちょっと透けてるのは M だから透けてるっていうふうに思っててください。もう私今 M ピチピチなの。こういう感じですね。背中わかるかな。しゃがむ。こう。これ M だったらこんな感じにお肉は乗りません。こんな感じでーす。これはね、もうスポッと上から切るだけのタイプですね。スポスポって。で、ちょっとこう上がね、ちょっと上がってきた直後とかあとこう上がっちゃうので、ピピッと胸に合わせて切ると、こうやって動いても上にずれ上がりにくくなります。はい、ではツイードワンピースをご紹介していきます。ツイードワンピースがめちゃくちゃ可愛いですよ。ちょっと待ってね、今日撮影したままでチャックが上がってなかったですね。はいはい、OK です。じゃーん、めちゃくちゃ可愛くないですか。そう、丈短めかも。これ確かに丈短めです。このスカートとかブナモリのパンツとかスカートに合うように作ってみました。あと胸が大きい方とかだとなんか短い方が上に上がって二人よく見えますよね。はい、こちらツイードワンピースです。かわいいでしょ。これ一個ずつ見せます。これこちらがベージュですね。そしてこちらがライトブルーです。ちょっとすいませんね、ちょっと綺麗にしなきゃね。ライトブルーです。ベージュもライトブルーも本物の方が色は綺麗です。でこちらがブラック。私個人的にブラックのツイードって見たことなくて、どんな感じなんだろうって思ったんですけど、とっても美しいですよ。よいしょよいしょよいしょ。でこれがね、ブラックとベージュが L サイズのなので、私がちょっと着てサイズ感とかわかると思います。そしてこのライトブルーはM なのでちょっとファスナーが全部上がらないんですけど、着ていきますね。こちらがライトブルー、こちらがベージュ、こちらがブラック。先に着替える前にベージュでちょっとだけ説明をしていこうと思いますね。これベージュって言ってもちょっと黄色っぽいのかな、ちょっとちょっとお腹すみませんね、アンティークっぽいベージュって私は思ってるんですけど、とってもね、この色も可愛い可愛いの。何色なの、ベージュか。でボタンはね、金にパールが入ってるような、私たち巨乳族では程遠いデザインじゃないですか、この金にパールのボタンっていう。ちょっと K-POP? コリアン?ファッションっぽい感じのが欲しくて、このフェイクのポケットとか、こうフェイクのボタンとかつけてみました。で、前スリットで、後ろがファスナーなんですね。で、これ、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。だけど、この生地がね、全然伸びなくて、ちょっとね、わかるかな?全くもって生地がビクともしないんです。もうね、絨毯ほぼ、もしかしたら絨毯の方が伸びるんじゃないかってくらい全然伸びなくて、で伸びないからこそ自分でファスナーをね、こう結構キュッと最初作ったらファスナーが締められなくて、私的にはもうちょっと絞ってほしいなと思ったんですけど、こうそうするとファスナーが締まらない問題ということが起きてしまって、なんかお手伝いさんがいる方じゃないと着れないって感じになってしまったので、ちょっと妥協して、少しちょっと緩いカジュアルなワンピース、まあ、ピタッとした感じじゃなくてふわっとゆるんと着るようなワンピースとして今回は作りました。かわいいですよね。乙女ボタン、これ乙女ボタンっていうのはかわいいですよね。めっちゃかわいい。ウエットどういう仕上がりか気になる。あ、この部分ですよね。ここがね、こう線を入れたかったんだけど、線を入れたらちょっとね
このファスナーの部分が余計に締まりにくいということで線は入れなかったです。あとできますね。袖はどうなってるの。これ袖でちょっと私縫っちゃってるんですけど袖は普通に現物お手元に届くのは普通にこのままキュッとなりますけど、ちょっとこれはね内側がだいぶ長かったので嫌すぎて撮影の時にこう上に縫い上げちゃいました。普通に着た感じこういう感じでお手元には届きますっていうのを縫って表してます。すいませんややこしくて。前立てフェイクありがたい。これですよね。かわいいよね。じゃあ先にこのベージュから着ていこうと思います。ベージュの次にブラックがいいかライトブルーがいいかっていうのを教えてほしいです。あと今のうちになんか質問とかここどうなってますかとかツイードワンピースに関してあれば教えてください。全部答えます。わかる範囲で、わかんないところは後日調べて答えます。なんかツイードのワンピースを作ってから作り始めたらへんから胸の大きい方向けのツイードワンピースとかツイードの生地のお洋服がない理由が分かりました。本当に作るの難しいです。めちゃくちゃ難しい。ちょっとファスナーを締めるとこ見ててくださいね。こうやって下からいつも通り締めてもらって極限まで引っ張って締めて、また上から引っ張って締めてください。見てててこんな毛が、はい、こうやって OK じゃん。こんな感じです。めちゃくちゃ可愛くない。ちょっと質問見てからね。ウエストの部分まず答えましょうね。こういう感じでウエストはもう自然にこうスッと落ちてそのままって感じです。でちょっとね結構私はこの部分後ろ絞りたかったんだけど、こうしちゃうとここ動かなくてファスナーが上げられないし点も上がらないっていう感じだったので、ちょっと今回緩くなっちゃってます。その分でも下腹部カバーとかすごいいっぱいできますね。ウエストはこれの元々のこの生地がこう結構立体裁断で横の部分もそいでるので、前から見た感じとかは特にダボっとする感じはないですね。ちょっと私はこの横の部分がねもうちょっと絞ってほしいなって感じです個人的には。はい、次袖は、こういう感じですね。この丈がもうちょっとこうなんか長かったんだよね。でもまあこういう感じに仕上がって普通にこういう感じできます。はい、次若菜さんとヒップお願いなんですか、サイズ感どうですか。ヒップもそう、ヒップもこれ全然伸びないから、この L サイズで私のお尻よりも、拳1個分ぐらいかな、これぐらいの生地あるんですけど、これで、ギリギリ座った時に足が突っ張らないとか、しゃがんだ時に突っ張らないとか、階段がギリギリ登れるみたいな感じなんです。本当に難しい。じゃあ次はライトブルーいきますね。座ったところもう一回見せますね。こちらよいしょと、かわいくない、ごきげんよう。あでこれちょっとねこの部分も生地が合わないからこの可動域っていうのが結構狭まれますね。一応上げ下げはできるんだけど、前とかこう何かを持つとかにちょっとこの背中が突っ張る感じですね、この部分ですね。はい、で生地の厚さ、生地は結構重たい、こう着た分にはそこまで重さを感じない、ちょっとまあずっと下の方に引っ張られるなって感じもあるんですけど、そんな軽くはないんですけど、こう持つとやっぱちょっと重たいですね。でこれ一応秋服、9月に届くので秋服に入るんですけど、生地がね、わかるかな、全然全く透けないぐらいには厚いです。見えるかな。なのでパンツラインが透けるとか色が透けるというのはないですね。これか、今日黒のパンツ履いてるんですけど見るよね、こういう感じです。はいはい、かわいいでしょ、めっちゃかわいい。ストレッチ感はないんですよ、
本当にない。もうこれはね走れない。私はちょっとこちょこちょこちょこって言ったら走れるかもしれないけどね。多分階段とか、あとこれをちょっと上げてこうやると上がるっていう、足が上がるっていうのは今日発見しました。ポケットついてます。つけました、ポケット。結構ね深めなんですよ。だからね iPhone をキュッと入れてこうしゃがんでも落ちないような感じにぐらいには深いですね。ペットボトルでやってみようかな。ペットボトルちょうど今コーヒー飲んだので、これを入れてこういう感じでペットボトルが入るぐらいのサイズ感で落ちないような感じですね。はい、次。そう、前から見たらねこの祭壇がここにね、こうパーツの切り替えがあるんですけど、この部分で、ね、削るのでここに線が入らなくても一応キュッとはなってますね。あとここにポケットがあるからね、ポケットの部分の膨らみっていうのでお尻みたいな感じになってこうキュッとなるのかなとは思いますね。ゆるめでもライン系です。嬉しい、よかったです。泣きそう、これ本当に本当に難しかったんです。もう途中心が折れそうになって、ボタンナーさんも本当にこれでいけるのかなみたいな感じで、もうお互いにやみながら完成を待って、そしたら意外となんか思ってたよりライン系じゃないですかみたいな感じで感動したのを覚えてますね。色迷う、可愛いですよね。デニムワンピースの方が個人的には着ていくうちに馴染んでくるので、着心地はいいのかなと思いますね。こっちは私ねこの生地馴染むとかないと思うんですよね。ちなみにこれは 100% ポリエステルなんですよね。なんでまあ洗濯に強いとかそういうのはあるんですけど、伸びやすいとかそういうのはないですね。保管しやすい、シワになりにくい、洗濯に強いとか、あとなんだっけ、あと乾きやすいですね。そういう感じです。そう、柔軟性ね、このツイードの生地の中では一番まあ伸びやすいっていうか、少しちょっと、まあでも全部伸びにくかったか。ツイードの生地いくつかあって、着膨れしにくいものをまず探して、そこからちょっと少しでもこう生地がね少しでもこう伸びる可動域があるものを一応探したんだけど、これが限界でしたね。バストも着用感も聞きたいです。ここの部分かな。バストもねいつもよりもちょっとだけ大きく作ってあるので、バストが苦しいとかはないですね。もしかしたらなんか少し胸のサイズとかやっぱ日々変わっていくと思うんですけど、少しバスト緩いなっていう日もあるかもしれないですね。私でも結構今ねブカブカぐらい、気持ちブカブカだなってぐらいには広いです。今まで体験したことないぐらい の広さはあります。バストってこんなになんかスペースあっていいのってぐらいのスペースはあります。真冬は寒い？寒いと思う。あ、どうなんだろう。私は結構厚がりなので、この生地が分厚いからね、屋内室内とかだったら着られそうだけど、冬とか寒い時期にこことかが凍えちゃうから、上からやっぱ入れ物じゃないや上着を羽織ったりとか、あとはこのタイツとかと合わせた方がいいのかなと。なんか中はあったかいものとかね着てもらった方がいい気がしますけど、この夏に着るにはめちゃくちゃ暑い。今日もとっても暑かったですね。汗だくなるぐらい暑かったです。こちらめちゃくちゃ可愛いよね。伸縮性、なんかなんだっけ、そうツイードの生地はね伸縮性がもうツイード風とかそういうツイードの柄をした何かじゃないとできないみたいですね。このツイードの生地、ツイードですっていう生地で作るとすごく難しいらしいです。でそう思うと確かにないなと思って、その胸が大きい人向けのツイードの服はねちょっと悲しいですよね。グダモリさんのワンピースはお尻も綺麗に見えるの本当に良いです。嬉しいです。もう頑張って作ってよかったです。今回もお尻の下ちょっと削ってるの分かるかな。こんな感じでこことかですね、これがなんかもう当たり前すぎて
たまに説明をが抜けちゃうんですよね。綺麗なのが普通みたいな感じで背中も若干削ったんだけど、これが限界でした。寒い時上に羽織るとしたらどんなもの合うかな。ジャケット、普通のジャケット、あのライダースとかも可愛いと思うし、普通のジャケットでも可愛いと思うし、あとはコート、あのこのぐらいの長さのコートとかでも可愛いと思いますね。このねベージュは結構イエローっぽいアンティークっぽいのだから、白っぽいアウターにも合うんじゃないかっていう風にパタナーさんは言ってました。私も合うと思う。ニットとかでも合うと思う。ほんとライナー綺麗です。めっちゃ超綺麗でしょ。ほんとにほんとにびっくり。自分でもこんなにツイードの生地でうまくいくとはって感じです。黒の色落ちはどんどうなんでしょうか。黒ね、色落ちすると思います。前々回販売したレースワンピースの黒がもう墨汁ぐらい色落ちしたんですけど、ちょっとこれもね今日洗ってみるので色落ち具合見てからまた随時あの色落ち速報みたいな感じで書いていきますね。でもまあこういう明るい色とは一緒に洗わない方がいいのかなと思いますね。こちら今日の若菜さんのリップの赤が白のワンピに入って素敵です。嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと合わせてみました。着てる姿はハンガーかかってる時で断然可愛いですね。そうなんですよ。本当にそう。これは永遠の悩み。これなんかさ、ちょっと一見ダサいよね。鼻水が出ちゃった。でも着たらこんなにさ、綺麗で。そんなことある？逆はあるけどね、お洋服さ。ハンガーの時可愛いと思っても着たらっていう時あるけど、お洋服ももちろんだけど素敵だけど、今日のお母さんのおかげ嬉しい。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。二の腕が太いので入るか心配です。二の腕どうなんだろう。二の腕、今日のアンバサダーの方お二人とも二の腕は平気そうでした。そうだけどここの部分ね、あのやっぱ二の腕と個人差がると思うので、ちょっとここはホームページに記載されてるこの周りの船長を見て入るかどうかっていうのを見てほしいです。 V ネックのバランスが好きです。やったー、ありがとうございます。そう、これもね、私はもうちょっと谷間が見た方が好きなんですけど、ちょっと控えめにして、でもネックレスが入るような感じで、かつ見えないけどこう首が、顔がねすっきりして見えるような感じにしました。あとこのボタンのね、このポケットの位置とかもちょっと結構こだわってて、とっても一番スッと見えるような位置にしてます。はい、じゃあ次はライトブルーを着ていこうかな。サイズ感悩んでましたが飲んだので考慮して L にしようと思います。スタッフ L の方がいいと思います。あの胸とか、あとここの脇、このお肉、ここの肩周りのお肉、私も結構あるんですけど、このセンチメートルとか、あとお尻かな、そこ。で胸は多分ね、若干ブカブカでもそんなパカパカしないと思うので、この腕とお尻が一番これは懸念点かなって感じですね。そこをちょっと考慮してサイズを選んだ方がおすすめかもしれないです。 V ネック私初めて作るのかな、初めて作る気がしますね。ジャケット以来かな。あとパフスリーブにしようと思うんですけど、ちょっとパフスリーブ多すぎたので今回パフなしにしました。こちらでは次はこれを着ていきます。次はね、あの M サイズなんですけど、 M サイズの方が、フィット感というか私の体型にフィットする感じはあるんですけど、ファスナーが閉まないっていう状況なんです。でこれ以上もう生地 L サイズね、これ以上生地は削れない理由が分かるので、ちょっとそれも見てほしいですね。あ、そういうことなのねっていう、もう伸びないっていうのがすごくね分かります。あ、ちなみに前スリットなんですけど、スリットの丈の長さは、L サイズで私の足だと膝上ぐらいで、 M サイズも膝上ぐらい、 M サイズの身長の人が着ると膝上ぐらいに作ってるんですけど、私が着たら太ももの真ん中ぐらいで、デニムワンピースよりもちょっと若干から浅めには作ってるので、ガードルが見えないような感じにはなってます。このライトブルーがめちゃくちゃ可愛いね。着替えてきました。こちらです。じゃん。
ライトブルーでーす。とっても綺麗。多分、ね、私の顔とかの色的にこのさっきのベージュはちょっとねイエローっぽいです。まあもちろんあの全種類の人間っていうか全カラーの、ね、人に合うと思うんですけど、私のこのブルベなので、私はこっちよりもこっちの方が顔明るく見える感じはありますよね。あんま変わんないか、どっちも可愛いですねそのデザインで薄底ニットワンピース作ってもらいです。そうニットがさ、そうだそうニットがさ、ニット問題、まあ、あのちょっと後でいいんですけど、ニット問題覚えたらちょっとねいろいろあって、ニットはちょっとしばらく難しいかもしれないです。はい、次。可愛いですよね、めちゃくちゃ可愛い。これが M サイズなんですね。でちょっとあのまずこのファスナーがこれ以上上がらないですね。で上からこうやろうとしたら、分かりますか、ここに突っかかってこれがまず伸びないんですね。だからここまでしか上がらない、そしてファスナーが届かないっていう問題が起きてしまったんです。なのでちょっとブカブカに作ってあるんですよ。ちょっと下っ腹もね出てきやすいですね伸びないからね。一応これでカバーはしてるんですけどね、ちょっとこれもしまなきゃね中に。はい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 。パールボタン似合わない似合わないみんなので、パールボタン使っていないツードの秋冬ジャンスが作ってほしいです。パールボタンじゃないやつを今作っててすぐ言っちゃう情報でもね、ワンピースとかじゃなくて、うんっていうところまで言っときます。ワンピースではないものを作ってみてます。でうまくいったら予約販売受付するし、失敗したらボツって感じですね可愛いですよね。これは M を着てます。このね、ほんとわかるかな、この危ない感じ。この本当はこのピチッとしたこういう感じのが私の好みではあるんですけど、こうすると着れないっていうことはを痛感して、あーこれ以上削れないかっていう風な感じで L 先ほどの L のサイズ感が仕上がりました。可愛いですよね。3サイズは今ちょっと測ってみようか。毎日変わるんだよね私の3サイズは。あとね、それこれ M サイズなんですけど、ここはね、本当にキチキチでね、怖いんですよ。ボタンが飛ばないけど、なんか破けそう、どこかが。これはもうね、しゃがめないしね、座れないです。めちゃくちゃ可愛いですよね。ちょっと、簡単な感じで測っていいですか？胸縮んだ？もしかして。あ、大きくなってる、110。これ、服の上からはちょっと若干誤差あると思います。見える？私の代わりに測ってください。ここら辺かなと77。ちょっとなんかお腹増えたな食べ過ぎたかもしれないです、さっき。お尻が、あ、お尻縮んだ、なんか変、私103ですね。腕も測っとく、この腕周り自分だけ測れるものなのかな。腕周りが、私が、30とかですね。そう、ラインがそうなの、こっちの方がフィットしてますよね。可愛いよね、本当に。これはなんかね、あの私みたいにガサツな人間じゃなくて、こう、おしとやかにこう動いたりとか、あとこのファスナーを毎朝閉めてくれるっていうあのお手伝いさんがいる方とか、そういう方にはいいかもしれないですね。ピチピチの方が、私みたいなもう自分で着なきゃいけないとか、こうめちゃくちゃね早動きが早いとかいう人はちゃんとちょっと緩めのサイズで自分で締められるサイズの方がおすすめですね。こことかはなんかね余ってるように見えるんだけど、胸がキチキチなのかな、本当に伸びないから危ないんですよ。でスリットの部分見えるかな、これですね、太ももの真ん中ぐらい。さっきのはこれぐらいでしたね。もう一回、次あの L の黒を着るので、ね、その時見せますね。あ、座るのだった。あ、怖っ。座ったらもう、ここがピッチってなって弾けそうですね。あ、わかります？生地感。
可愛いですよね。ベージュ、ブラック、ちょっとブラックはね、なんか紺みたいな、グレーみたいなのが入ってて重すぎない感じでめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ合ってますね、私の色に。これすごい自分でも似合ってるなと思ってます。ずうずうしい。L と M は、袖周りの大きさ同じですか？違うと思うんだけどね。ちょっと私ここきついから違うと思うんだけど、どうなんだろう。基本的に全部のサイズがね、2、3センチぐらいは違うと思うんですよね。私はこう今手で測ってるよりもホームページで載ってるサイズの方が明確ではありますね。35。33とか2センチぐらい違うのかな。そんな感じです。じゃあブラックも着ていきますね。こちらあと10分ぐらいこの次のワンピースの話して、あと10分でフードワン、あのパーカーワンピースの話をしますね。はい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 、ブラックです。可愛いでしょブラック。今来ました、ありがとうございます。時間帯ね、もう10時前だもんね。もうちょうどお家にいる時間かな。みんな素材感は真夏や秋冬以外は着られる感じですか？そうですね、あの春とかも着られるし、9月以降の少し夜涼しいかなっていう夏から着られると思います。冬もね、室内とかはこれで着られるんじゃないかな。ちょっと寒く見えちゃうかな。でもノースリーブの外もいるよね。着れると思いますね。ブラック大人っぽくない？可愛いですよね。でここスリットがね、ここかな、ここはね、膝のちょっと上ぐらいですかね。めちゃくちゃ可愛いんですよブラック。可愛いでしょ。思ったよりブラックが私的にはこの家、あ、家じゃない、ベージュとかライトブルーはなんとなく想像が出てたんですけど、ブラックってあ見たことないなと思って、あんまり想像できなかったんですけど、こんな可愛いとは思ってなかったですね。ちょっとブラックの方が大きく見える、気のせいか。可愛いですよね、めちゃくちゃ大人っぽい。こういう感じ。もうあのめちゃくちゃブラックっていう感じではないので、春の時期も着られると思います。めちゃくちゃ可愛いですよね。この色はもう前職私が直感で可愛いって決めた色なので、迷ってもらえたらとっても嬉しいです。全部可愛いですよね。私も全部欲しいの。破産。色ね、どれがいいんだろう。今回はね、なんか汚さない問題はあんまり関係ないと思ってて、真っ白ってわけじゃないので、このベージュとかもね、意外と汚れが分かりにくそうじゃないですか。これもなんか分かりにくそうだし、まあ、黒は無敵な感じだしね、いいですよね。あとね、全部やっぱ私が作ると着痩せするので、私っていうかこのパタナーさんがすごいですけど、気合せすると思うので、膨張色が膨張しないので、どれもおすすめかなっていうのとってもあります。だからこそちょっと悩んでるよね。そうだよね、私も悩むんですけどね。これがベージュね、これがライトブルーね、こちらがブラックです。かわいいよね。もう一回記事アップにしとこう。みんないっぱい悩んだね。じゃあ次はパーカーワンピースを着ていこうと思います。パーカーワンピースちょっとね、お直しの前のもので、雰囲気だけちょっと伝えたいなと思ったので、着て簡単に説明していきますね。
あ、ちなみにこういう感じで裏地がついていて汗も吸ってくれるしスルスルしてる感じになってます。はい、来ました。ちょっとボロボロかな、大丈夫かな。けど大人っぽい、悩ましい。来年あたりカットソー生地のマキシワンピースとか作ってほしい。ちょっと撮っとこう、スクショ OK です。あ、試着会お待ちしてます。パーカーワンピース来ました。ジレワンピース、あ、ジルもね、あ、スクショサイトの写真でライトブルー見なかったのです。あ、こうし、うん、インライで見てよかったです。そう、まだね、今写真今日撮ったばっかで上がった私しか今載っけてなくて、すぐに上げますね。頑張って編集します。お洋服毎回鏡で輝くて、あ、鏡見るだけで目の保養、嬉しい、ありがとうございます。ちょっとシワすごいね。ノースリーブも、ノースリーブワンピ、はい、スクショ。ちょっと充血してる目が、ごめんなさい、怖くて。はい、こちらこちら、パーカーワンピース、めちゃくちゃ可愛いです。この上半身の部分は基本的にあのお直しでも変わらないんですけど、ここの裾がもうちょっと広がるっていうのがお直しの3点目で、あとここも若干ね削ってもらうっていうのを今やってもらって、あとこのウエストも若干位置が変わるっていうのを今やってもらってます。今これだけでも十分ね綺麗だと思うんですけど、もっとより一層私好みに仕上げてもらってるので、それの届き次第追加でライブ配信もするかもしれないし、 YouTube の撮影もするし、あの素の写真撮影もします。試着会本当に行ってみたいです。来てほしい。あ、でもね、ご都合がね、あ、合えばね。今回結構長いです。可愛いですよね、パーカーワンピュータイト、嬉しい。下まで見える？ごめんね、見えなかったらごめんなさいね。見てます、見てます。こういう感じですね。見えるかしら、ちょっと邪魔だね。ちょっとこれ黒雲っぽくなってるんだけど、もうちょっとここは広がるかなっていうイメージですね。でここもちょっとねストーンと落ちてほしいんだけど、どうしてもこういうのってあんまっすぐ落ちないよね。ここは若干削ると思うんですよね。でポケットも あります。パーカーワンピースも可愛いですよね。え、パーカーなのに細、嬉しい。この部分ね、めっちゃ綺麗ですよね。もうちょっとこの部分がね、もっと綺麗になると思う、ウエストが。もうちょっとね、こんな感じで好きだと思います。ここのね、本当は前を削りたかったんだけど、どうしてもこれはね、スポット切りたいことできないみたいでね、これが限界ってことでした。でも、下腹部下腹部でいいよね。腰回り添えたの嬉しいです。あ、ここの部分ですよね、そぎました。ここもちょっと添えたんだけど、もうちょっとこうねそぎたいんですけどね、限界があるみたいですね。スリットはなしですね。あります。ここです、こちらです。ちょびすり、ほんの少しだけですね、スリットをつけてて、あの歩きやすくなってます。こちらが綿 100% じゃないや、綿 95% のポリウレタン 5% なので、そんなにすっごい伸びるってわけじゃないですけど、割と伸びる生地ですね、出すねですね。お直し前でもウエストライン綺麗、嬉しいです。ありがたいよね、本当にそうやって言ってくれて優しいよね、みんな本当。スリットあります、後ろです、スリット。パーカーの深めるのどんな感じですか。うわ、私 iPhone にもあるんですけど。これがベージュで、ブラウンがチャコール系のブラウンなのかな、ちょっと濃いようなブラウンですね。もう茶色みたいな感じの濃いめのブラウンで、どれが一番近いのかな、これちょっともうちょっと違うか、赤っぽい濃かった ブラウンだと思うんですけど、それとあとグレーが、深めのグレーがを作る予定ですね。またあの届き次第すぐ載せるので、28日には載っけられると思います、全て完了してね。はい、スイートあります。スイートはご要望に応えて後ろにつけました。フードワンピとパーカーワンピの、あ、間違えました、ツイードワンピとパーカーワンピの発送日は同じでしょうか。同じです。
今回そのレースワンピースがちょっとね、私のお直ししてほしい部分が見つかってしまった影響で 2,3 日ぐらい遅かっただけなんですけど、特にその問題はなくて、私の勝手なここをこうしてほしいっていうのがちゃんと細部までできてなかったので、ちょっとお直しして送ったという感じです。今回はそういうのがない限りは同じ日で送ります。グラマジさんのお洋服で枚数とも小数と好きになりました。嬉しいです、ありがとうございます。裏の生地どうなってますか、どうなってんだろう。これが M サイズのサンプル1号ですね。本当はこんな感じで金具がつきます。私のはありません。裏地これなんかねない気がしますね、着てる感じないですね。これ1枚です。で全く透けてませんよね、ブラの黒が結構分厚めですね。なんて言ったらいいんだろう、こういうのってトゥルトゥルした感じで分厚めで毛穴できにくそうって感じですね。どこまで行ったっけ。ブラウン超可愛いと思います。でどこなんだっけ、あとあそうだこのポケットもいい感じです。こういう感じですね、ポケットで、フードこういう感じです。あとは何かな、動きやすさ透ける感じ特にないですね、特にそれは透ける感じもないし、動きやすいしリラックスできるけど、この着る時がとっても難関。あのこれはあの出来上がった お届けするものと同じものが出来上がった時、出来上がるのが24とか25に出来上がると思うんですけど、その時にまたこう着てみて、ここはちょっときつかったらきついって正直に言うので、私の発信する言葉を信じてほしいですここはね、ここの顔のこの脱ぎ着がこうやって、これが限界なんです。ちょっと怖いよね、メイクとかさみんなするでしょ、こういうパーカー着るときも。あとさ、このパーカーワンピース、この上半身のこの綺麗さ分かります、この綺麗さ分かります。肩とか二の腕がカバーできてきてるのに細く見えるでしょ、で胸もちゃんと入ってるし、すごくないですか、めちゃくちゃいいでしょ。それで、あのパーカーワンピースのその面が 95% なんですけど、綿の特徴というのが吸水性、通気性が良いっていうのと、あとなんかやっぱ肌触りがいいっていうのが特徴らしいです。でポリウレタンっていうのが柔軟性と耐摩耗性なので強そうですよね上半身綺麗すぎますよね。上半身のこの部分とかはこのきついところだけ直したので、このフォルムは同じですね、変わらないです。こういう感じで、今回そのパーカーワンピースが届くのが遅い、サンプルがね届くのが遅いので、予約受付期間っていうのを延ばしました。本当は30日までだったんだけど、28日に多分動画とか写真とか全部本物をお届けするものと本物の同じものの写真をあげられると思うんですけど、その28日だと2日間しか悩まないじゃないですか。だけどそんな2日間だけだとね、ちょっとねねっていうことで、8月の3日まで発音8月の3日までご予約受付の時間を延ばしました。今回1週間半ぐらいあると思います。で28日に写真を全部あげる予定で、ちょっと前後するかもしれないんですけどね、なるべく早くあげます。それで、締め切りが8月の3日なので、5日ぐらいは悩んでもらえるかなと思って伸ばしました。試着会も24日から明日からね、8月の3日までやってるので、よかったらもしお時間ご都合合えばね、ぜひ来てください。あと私が基本的にいるんですけど、自分だけで見たいとか、自分とか友達だけで見たいという方がいらっしゃれば、事前にメールとかで貸し切りがいいですとか、そういう神宮さんなしでとか全然できるので行ってくださいぜひワンピースでの、あそうパーカーもね、あそうでパーカーもね本当は今回 T シャツも作ろうと思ったんですけど、ワンピースって、あごめんなさいね、
こう最後までつながってて、この重力で落ちていくからこうやって綺麗にねできるんですけど、ここまでのものタンクトップもそうだったんだけど、ここまでのものってここを押さえる込む力っていうのがゴムとかを使わない限りできないみたいで、私がその求めてたシルエットでは T シャツが作れなくてボツになりました。でこのパーカーももしかしたらそういう関係で作れないかもしれないんですけど、一応トライはしてみます。あやばいやばい、あと2分急げ急げあとなんだっけ、あそう、ニットね、ニットワンピースが、あの去年作ったニットワンピースは販売できると思うんですけど、ちょっと記事書いてね。だけど、それ以外のニット関係っていうのは、最低ロット数っていうのがあって、何個注文しなきゃダメですっていうのがあるんですけど、そう、何個注文しなきゃダメですっていう数字が今の私たちの力ではできなくて、それが多分いずれかできると思うんですけど、ちょっとそれを早めに頑張れるように頑張りますちょっと早く急げ、あとこのぐらいでいいかな。そうですね、そんな感じです。で今日の10時からもう予約受付始まってるので、もしよかったら見てみてください。写真も全部載っけます、頑張って早めに。で YouTube も早めに上げます。で届き者はまた、パーカーワンピースの色違いのものをね、インスタライブとかするかもしれないし、しないかもしれませんけれども、その時はぜひよろしくお願いします。そんな感じで夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。今回もめちゃくちゃ可愛いので、いっぱい悩んで、どうしようかな、どうしようかな、これ着るかな、この色着るかなとか悩んでね、ゆっくり決めていただけたら嬉しいと思います。みんなこれ伝わったかな、早口だけど、いけてますかそんな感じで試着会ぜひお待ちしております。あ、またね、お待ちしてます。じゃあおやすみなさい、ありがとうございます。あ、スクショなんだっけ、パーク、ブルーバーサーと、OK です。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。ゆっくりなんでね、頑張って YouTube も早めに投稿します。こちらこそありがとうございました、嬉しかったです、お話できて。バイバイ、おやすみなさい。